集指定さんって見ますよね普通。いや見ておりません。見せないんですか代表。代表じゃないです。社長さんですよね。見せてないに。だって経営不振だったら、はい、改善するために社員と一緒に、はい、じゃあ違うことあれしようかとかそういうふうにするのが経営者でしょう。はい。偉大雇用でこうだりして普通じゃないですよこれ、はい、バカにしてますよね。バカにしてますよね。いえ、バカにするつもりはございません。バカにしてるんです。札幌市東区の宗教法人白鳳寺が運営する納骨堂御霊堂元町が経営悪化により閉鎖に追い込まれている問題。白鳳寺の代表は建物と土地の引き渡しに追われ昨日までにお骨を引き取るよう利用者に求めていましたが引き渡しの強制執行日が来月21日まで延期されました。しかし先週の金曜日納得がいかないと利用者が説明を求めて押しかける事態に。ちょっと運営するための費用っていうのはざっくりどのぐらいかかったんですか。すいませんちょっとその部分で赤字が出たんですか。いやその部分は全然計算が合わないんですよね。お金は結局 どこに消えたんでしょうか。8億9億の金どこに消えたのって聞いてるの。いいですからあのお寺の継続とあの社員の給料だとか。STB が入手した宗教法人白鳳寺の財務諸表です。開業当初から毎年の赤字が続きその額は1000万円を超えていることがわかります。さらに膨れ上がった借金はなんと3億円近くにまで。返済することが困難となり去年11月に納骨堂の建物と土地が差し押さえられたのです。決定してないことを話すんじゃなくて、はい、話し合いに参加していたのは今年2月に亡くなった弟の遺骨を納めている男性です。全く知らないで何も説明されずにあの購入したので何が何だか分かんない状態でしたね、はい。男性が契約したのは差し押さえから3ヶ月後の今年2月のことでした。納骨壇を70万円で購入し3月に納骨しました。しかしすでに建物と土地が差し押さえられていることは聞かされませんでした。やっぱり怒りとかはありますね。何が本当なのっていう詐欺にあったみたいな感じだったりとかはしますよね。やるせないですよね。悔しいし申し訳ないし、2012年に開業した御霊堂元町、今年7月には競売にかけられ、所有権が不動産会社に移りました。御霊堂元町では去年11月に差し押さえられてもなお少なくとも7件の契約を結んでいたことが分かっています。不動産問題に詳しい専門家は契約の時期によっては詐欺に当たる可能性があると指摘します。もう所有権がなくなった時点でこの納骨堂の運営はもう極めてできない状況になるのはかなり高い可能性があった。そうしますとそれを知りながらあえて永代供養ができますというのは明らかに事実に反することを述べてますのでそこに募集した宗教法人側に故意があれば詐欺罪の成立も考えられるかなと思います。詐欺じゃないかっていうことで思われる方もたくさんいらっしゃると思いますか。ええ、います。そこに関してはどう考えていらっしゃるか。私は騙すつもりは意識はありませんでした。なかなか皆さんに納得して、まあ、納得は当然できる話ではないんです。ただその中でやっぱりきちっと説明が私自身がうまくなされてないということは反省しております。建物と土地の強制引き渡しまであと4週間。真相解明に向けた誠実な対応が求められています。